光明画、辻は、司馬遼太郎の歴史小説。1963年10月から1965年1月にかけ、各地方紙に連載された。題名、光明画辻の辻は、十字路、交差点、路上という意味である。司馬作品には珍しく、後に、良妻賢母の見本ともなった、千代という女性を、主人公の一人にした作品となっている。浪人から織田家に仕官し、後に長浜城主、掛川城主を経て、土佐藩主となった夫、山内一豊の転戦、苦悩、そして出世と、それを支え続けた妻の千代を中心に、合戦を通じて、信長、秀吉、家康の三人の天下人が絡んでくる。史実や大河ドラマ、光明画辻と違って、千代の母が、宝州院という設定になっており、作品中では千代自身が縫った小袖のエピソードなども盛り込まれている。しかし、歴史上の人物の名誉を毀損する史実を逸脱したフィクションや階級闘争史観で描かれている部分があるなど、問題点も多く指摘されている。一豊、千代夫妻と馬の増殿下へ突き進む織田信長の軍勢の中に、ボロボロ、伊右衛門と呼ばれる山内伊右衛門一豊がいた。岩倉織田氏の家臣であった父を亡くし、旧敵である信長に仕官したそんな、一豊のもとに、千代という美しい娘が嫁いできた。婚礼の夜、千代の夢は伊右衛門が一国一城の主となることを約束し、木下藤吉郎秀吉の引きもあって、不肖役戦を重ねつつも、千代の励ましもあって少しずつ、出世の道を登っていき、信長の家臣ながら、与力として、秀吉に仕え、後に秀吉の家臣となる。信長の安土城が築かれつつあったある日のこと、京での馬ぞ、ロイを前に、城下で春馬を売る商人を見かけた一豊は、一旦は諦めたものの、話を聞いた千代は秘蔵の小判を差し出してその馬を手に入れるよう促す。その小判は、叔父である、不破氏の進が、夫の大事な時に使うようにと千代に持たせたものだった。一豊は日頃から手柄を得るために分にそぐわない多くの家臣を抱えていたため自身は貧乏続きであり、そんな自分に妻が秘密でへそくりを隠していた上、金を一方的にあてがわれることに一時憤慨するが、千代の泣き落としにあって結局金を受け取って馬を買い、その後の京都大馬揃えにて名声を博した。天正5年、一豊は中国攻めにも従軍するが、その間に明智光秀が本能寺で信長を討つ。この知らせを聞いた秀吉は、急いで毛利方と和睦し、その後光秀打倒に走る。後に秀吉は、後継者選びで柴田勝家と対立し、勝家を賤ヶ岳の戦いで破る。この時一豊は、伊勢亀山城の包囲で、家臣の一人である後藤吉兵衛を失い、吉兵衛のためにも戦後の石高家蔵を望むが、家蔵は微々たるもので、その後一豊は途上もせず引きこもり、浪人したいと言い出すようになる。千代は笑い岩尾という托鉢僧に、一豊を説得するように頼み、笑い岩尾は脇差しで半ば脅すようにしながら、現実から逃げずに、浮世の主人となれと一豊に諭す。結局一豊はその後の小牧、長久手の戦いの後、徳川家康と和睦し、関白となった秀吉から近江長浜城を賜り、2万石取りとなる。その後の地震で、一人娘の米を失い、一時は喪失感に襲われるも、その後再び秀吉について京に入る。その京では千代が手すさびに、唐織の端切れを集めて縫った小袖が評判となり、夫である一豊のにも影響を与えることになった。掛川城天守閣しばらくして、一豊の京都屋敷に捨て子があり、米を失った夫妻はこの子に十と名付けて後継者にしようとするが、捨て子ということもあって思いとどまり、少年の時に出家させて米の菩提を弔わせる。また一豊は、初めて異父弟である安豊を連れて、秀吉の小田原征伐に従軍して、秀吉の攻めの才覚に舌を巻く。その後小田原の北条氏は降伏し、この地は、家康のものとなる。また秀吉は、甥の秀次に、関白職を譲るが、秀次の素行の悪さと秀頼の誕生から、秀次は疎まれて、高野山で処刑され、宰相と子供たちは三条河原野で死刑にされた。その残酷さや朝鮮出兵に多くの大名が出向いている最中に、唐の大名たちから金を集めての伏見城建設に、千代は秀吉への嫌悪感を募らせる。その秀吉は、千代をはじめ大名の婦人たちに下葬するようになり、また、側室の淀殿も、千代を自分の派閥に入れようとするが、千代はそれらをうまくかわす。秀頼のために金を湯水のように使い、仮想園遊会や醍醐の花見など派手な遊びを催した秀吉も追い、その年の端午の節句に倒れて、8月に他界して、家康が事実上の支配者となる。同時に、石田三成の謀反の噂が駆け巡り、自重していた和豊も、騎手を鮮明にせざるを得なくなる。動き出した家康は、和豊をはじめ、北政所派の大名を取り込んで、対三成色を鮮明にしていき、小山表情で和豊は、他の大名同様に自らの城を家康に明け渡す。決意を述べる。そんな折、大阪の千代に、文箱入りの書状が届けられた。文箱の書状は、三成挙兵の知らせと思われたが、千代は開封せず、夫に家康への忠誠を尽くすよう記した自筆の手紙を2部作り、一部を文箱に入れ、もう一部を、使者の田中孫作の傘の糸口に編み込んで届けさせた。一方で、和豊からも、千代を、石田支配下の大阪から逃すべく市川山城が使わされた。家康に組みする大名の妻子を人質に取っていた。三成は、細川原氏、高知城天守閣慶長5年9月15日、ついに家康の東軍と三成の西軍は、関ヶ原の戦いで相まみえる。当初は西軍有利であったが、西軍の中から裏切りが出始め、足並みが揃わなくなってついには敗走し、家康は、名実ともに天下を掌握する。戦後の大名の天保で、和豊は、土佐国20万石を与えられる、関ヶ原そのものでは、さほどの働きもなかったが、戦前に、掛川城を明け渡したのを評価されての、論功行賞であった。しかし土佐は、長宗我部氏の侍、それも一両具族と呼ばれる、反農反兵の力が強く、長宗我部家を守るために、武力衝突も辞さない構えで、和豊は忍び同然で土佐入りし、城を改築し、城下を整える準備をする。また、言うことを聞かない侍たちを処刑し、新国主として厳しい構えも辞さない姿勢を見せる。千代は、夫の強硬なやり方には不満があったが、養子である湘南王将は、この状況では、武断政治もやむを得ないと千代に告げる。一両具足に手を焼く和豊は、徳川方から国主失格の烙印を押されるのを恐れるあまり、相撲大会と称して、有力な一両具足を種崎浜に集め、そこで一挙に騙し討ちにした。これを機に、国人の反抗は沈静化するが、無実の者も構わず粛清する和豊に千代は深く失望した。和豊は、都道越前守に命じて、治水工事、土地造成を行った後高知城を築き、慶長10年、評定中に61歳で、高知城で世を去った。千代は、その後京に移り住み、権力の帰趨を見届けた後、元和3年に、夫と同じ61歳で没した。顕彰院正蔵が、山内和豊正蔵が、千代主人公の一人で、山内和豊の妻。美人で年を重ねても、若々しい姿を保った。本作品中では、宝州院の娘という設定。誠実だが凡庸な夫、和豊をうまく励まし、またはおだてて徐々に出世させ、ついに和豊は、土佐藩主にまでなる。山内和豊千代と並ぶ、この物語の主人公。もともと山内家は、岩倉織田氏の家老職にあったが、信長の岩倉城攻めで父を失い浪人の末、敵である信長に仕え、秀吉に目をかけられる。特実で、大言相互ができない性分で、千代や家臣に助けられ、近江長浜城主から掛川の城主、そして土佐の国主となる。後藤吉兵衛新右衛門と並ぶ、和豊の父、森豊の頃からの老頭。起点が利き、和豊の浪人時代を助け、織田家仕官の後は、新右衛門ともども和豊の手足となって働き、亀山城攻めで討ち死にする。祖父江信右衛門後藤吉兵衛と共に、和豊の父、森豊の頃から山内家のために尽くす。吉兵衛と大いに馬が合う。祖父江家も吉兵衛の後藤家と並んで、幕末まで山内家に仕える。織田信長尾張清修城主から身を起こし、天性の勘と合戦のうまさ、あらゆることに妥協しない性格で天下を手中に収める。しかし家臣である明智光秀に一瞬の隙を突かれ、慶滞在中に宿の本能寺を襲われ自尽する。羽柴秀吉尾張の農民の子として生まれ、才覚と人使いのうまさで、人当主と言われながらも、信長の従者から出世を重ねて、後に、天下人となり、聚楽第や大阪城を築く。和豊が織田家に仕官した時も早々に目をつけ、自分の与力として使う。地位を狙うという公職な一面もあった。ねね、または、おね。尾張の足軽の娘で、秀吉の妻。千代とは、織田家の侍屋敷に住んでいた頃からの親友である。お調子者で女好きな夫に手を焼きつつも、その夫をうまく操って、天下人とする。秀吉亡き後は出家して、高台院となり、家康や、その一派の大名に接近する。徳川家康岡崎城主、松平広忠の子で、幼い頃は、織田家の人質であった。後に、浜松城主、駿府城主となり、小田原攻めの後は秀吉から与えられた関東を支配する。秀吉の没後、関ヶ原の戦いで、和豊や、他の秀吉子外の大名を味方に引き入れて勝利し、和豊を土佐の国主に任じる。石田三成近江の石田村で生まれ、後に秀吉に仕え、沢山城を与えられる。近江長浜で育った淀殿との相性が良く、和豊をはじめとする家康一派の大名とは仲が悪い。この軋轢が後に関ヶ原の戦いに発展する。少林女忍び。近江から撤退した信長軍内の和豊の宿舎を訪れ、その場で和豊は生涯に一度の浮気をしてしまうが、彼女を通じて望月六平太と知り合い、様々な情報を得る。望月六平太甲賀の忍び。少林を通じて様々な情報活動を行い、和豊の手助けをする。一時は触覚として山内家の屋敷にも滞在していた。和豊に家臣として仕えることを勧められるが、気楽な身の上が良いと断る。わらじの後藤金ヶ崎の戦いで、朝倉家の家臣三男、崎勘右衛門が放った矢が和豊の方を射抜き、後藤吉兵衛が和豊の顔を踏んで抜いたという話があるが、その矢の矢尻は現存し、安芸市の歴史民族資料館に展示されている。その時吉兵衛が履いていたとされるわらじも、同資料館にある。和豊夫人の出自と実名、千代の出自には複数の説があり、一つは、近江の土豪である若宮氏を出自とするもの、細川氏の出身、不破市三郎の娘とする説もある。本作では、執筆当時に知られていた、美濃不破氏説が採用されている。また、美濃の豪族東家系遠藤氏の系譜という説もある。これは本作品が執筆された後に出てきた説である。生誕地については、郡上市とも言われるが、2006年の大河ドラマでは、米原師範村に設定されている。名前についても、千代の他に、松とする説もある。板垣退助の先祖についての記載間違い、柴良太郎は、山内彦作の登場する箇所で、ちなみに、板垣退助の先祖の板垣正信は、関ヶ原の時に陣借りして仕えた、と、物語の間を割って、余談を挟むが、板垣正信が実際に山内和豊に仕官したのは、天正18年であり、光明月時には、板垣退助の父系の実際の先祖にあたる長原、和輝も登場するが、こちらに関しては全く、板垣との関係を触れておらず、恣意的な記載となっている。また、この柴の記載を孫引きして、板垣の先祖に関して記載するサイトなどがあり、非常に、問題となっている。階級闘争士官による物語の構成とさ入国後は、長宗我部氏の家臣との対立にも悩んだ山内和豊が相撲大会と称して種崎に一両具足を集めて虐殺したという話を載せるが、この部分は完全なフィクションであるにもかかわらず、史実と混同する人が知らなかったが、実はそんなことがあったのか。うちは一両具族の子孫だが、山内家に差別されて没落したのかもしれないと考える人まで出現し、むしろ現代にしこりを残す結果となっている。これらは一連の司馬作品に見られる問題点で、同様に司馬遼太郎の龍馬がゆくでは、安政6年の3月4日に酔っ払った上司に計画がぶつかったことから騒ぎとなり、両者の対立に龍馬が出て行って、もともと山内家の家臣で、掛川から来た上司に、掛川衆と呼びかける部分が登場する。郷氏は、長宗我部衆であると、単純化されているが、そもそも坂本家の先祖は、長宗我部の旧臣ではない。さらに上司を、山内氏、郷氏を土佐侍と呼んだと記して、両者の対立感情を煽り、史実を逸脱して、階級闘争史観で、物語が構成されている。山内氏18代当主、山内豊明は、この作品を以下のように批判している。司馬遼太郎さんの功名が辻では、グズなダメ男とされ、土佐守になると、県夫人のコントロールが効かなくなり、暴虐を尽くす。小説としては面白いが、これでは和豊夫妻のセールスポイントが消滅してしまう。和豊夫妻は、一生近密であり、夫人の政治感覚や晩年、善の達人であることなどは別としても、和豊時代、強将、暴将にして、また、政治、経済、農政、土木に長じ、さらに鉄砲や、蹴鞠までたしなむ、万能選手で、我が家の歴代では、ピカイチである。南地の土佐統治も、やり抜いたと目される。小説であっても、歴史小説であるからには、史実の中核を抹殺するがごときフィクションを記してよい、ものか。乃木大将の旅順攻略を戦術の無能者として断ずることへの世人の反発と、共に資料不足か早とちりである。敬愛する司馬さんに立てつきたくないが、この件は先祖のために反論しておきたい。山内豊明以上の点に関しては、作者の司馬自身が若い頃に書いた作品で自分でも不満があったと言っている。しかしその後、19代当主の山内豊公は2006年に大河ドラマ化された作品を見て、豊臣秀次や堀尾義晴、中村和氏という、これまであまり登場することのなかった人物が出てきて面白い、脚本家が頑張っていると述べ、また原作に関しては、小説と史実は異なるものとして、判断力がなければ、戦国の世は生き残れず、やはり和豊はピカイチだったと語っている。架空の人物との混在他に、望月六平太、松林といった架空人物を登場させているが、物語の途中で、その存在意義をなくすという点が、欠陥とも指摘される。1963年10月から1965年1月に、かけ、各地方紙に連載され、同65年に、文藝春秋新社で刊行されたよう出展。テレビドラマ、ありがとうございます。